ロバート・スミスロバート・スミスは、アメリカ合衆国の投資家、実業家、アフリカ系アメリカ人。1962年、コロラド州デンバー生まれ。エンジニアとして、ゼネラルフーズなどに勤務した後、コロンビア大学ビジネススクールに入学。1994年に卒業した際、銀行家のジョン・ユーテンダルとの面識を得て、彼の後押しで、ゴールドマン・サックスで職を得た。 2000年に投資会社ビスタエクイティパートナーズを創業して独立。会社の投資対象は当時誰も見向きをしなかったソフトウェア会社に限定するリスクの高いものであったが、リターンは大きく会社のファンドは急成長した。ビスタ社はソフトウェア会社への直接関与も行うようになり、2010年年代に買収したソフトウェア会社は200社を超えた。 2019年5月19日、ジョージア州アトランタのモアハウスカレッジの卒業式に出席。卒業式のスピーチの中で、その場に合わせた卒業生約400人の奨学金の返済を全額肩代わりすることを発表して話題となった。2020年、アメリカ合衆国司法省は、ロバート・スミスが多額の所得隠しをしていたことを追求。最終的には、 会社を創業した2000年から2015年にかけて所得を隠していたことをロバート・スミスが認め脱税での卒業を免れるため1億4000万ドルの支払いを行うことで当局と合意した。脱税はベリーズとセント・クリストファー・ネビスのオフショア口座を利用したものであった。ありがとうございます。